まあ、両者の、あの荷重と縦軸に荷重横軸に、変異を取ったグラフを表示しております。でそれから合計値の値も、表示をしているようです。ちなみにあの合計値の表示というのはあのルールでですね、合計した値が450ミリに達したところでの、変異の小さい方というルールがありますので、その合計値450ミリを超えるところで、まあ、一旦あのストップするのが表示になります。現在、まだ荷重は3キロニュートン、左の初代後ろが43ミリ、右の刺激部が32ミリというサイズです。右の方がやや高い、ですが、両者とも確実、それから一昨日の戦いで満身創痍ということです。まあ、それぞれどこまで両者とも今あの10キロニュートンを突破しました。現在荷重が、もう間もなく12キロニュートンになります。今15キロニュートン突破しました。6キロニュートン、左が144